今週のキックオフ徳島はリーグ戦再開後最初の試合、愛媛 FC との四国ダービーをお届け。1点を争う接戦に、さらに16日から東京で開催されるフットサルの全国大会、徳島代表として出場する USFC を紹介します。徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。まずは先週土曜日に行われた四国ダービー愛媛 FC との試合の様子をどうぞ。オリンピックによる半月ほどの中断を経てリーグ戦再開後最初の試合は愛媛 FC との四国ダービーです。前回5月に行われた四国ダービーはスコアレスドロー。今回も1点を争う接戦となりました。ボルティスは序盤愛媛ゴールに迫ります。前半19分、杉本のパスに抜け出した坪井、しかしこれはポストに弾かれゴールならず。そして前半23分、森のスルーパスに抜け出した岩尾、その折り返しに坪井、見事な連携で愛媛の隙をついたボルティス、1点を先制します。エンドが変わった後半は愛媛の反撃を受けます。再三のピンチもポストに助けられるなど、なんとかゴールを死守します。そして1点を守りきったボルティス、四国ダービーを制し今季初の3連勝です。ケン君がいい動きをしてあの裏を取ってくれて、本当に僕は詰めるだけだったので、あの本当にケン君のゴールでもあるし、あの本当に点取れてよかったなと思います。この試合は負けられなかったですし、あの勝利をサポーターや県民の皆さんに届けられて嬉しいです。今日は何が何でも、ね、勝ち点3、まあ、勝つということをサポーターにプレゼントしたかったので、もう選手たち、非常にそこに対しては強い意識を持って戦ってくれたんじゃないかなと。この後は16日から東京で開催されるフットサルの全国大会、徳島代表として出場する USFC を紹介します。今月16日から東京で開催される JFA バーモントカップ第34回全日本 U12 フットサル選手権大会、その大会に徳島代表として出場するのが USFC。 うちは基本的にはサッカーチームとしてやっていまして、まあ、年に1回このバーモントカップで、まあ、フットサルを経験してサッカーに生かそうということで、まあ、バーモントカップには、もう10年以上毎年チャレンジはしてます。普段はサッカーのグラウンドを使って小学1年生から6年生およそ20人で活動しています。フットサルはいつもどれぐらい練習されてるんですか？まあ、バーモントカップの大会の前後ぐらい。雨の日に体育館が使えるので、まあ、その週に1回も、体育館が使える日にあの雨の時とかに体育館で使ったりとか、まあ、ほんとたまにフットサルの練習試合とか、まあ、そういうのに行ったりとかをしています。このチームはどういったチームですか？みんながなんかやるときはやるみたいな雰囲気です。正直全国大会とか県で優勝するとかっていうことをイメージできるようなチームではないんですけど、まあ、でもやっぱりみんな真面目に、サッカーに対して、まあ、本当真面目に取り組んでくれてるので、フットサルとかは、ゴール前の攻防とかが多くなるので、そこで守ったり攻めたりするのが楽しいです。体育館でプレーするよりもグラウンドの上でプレーすることが得意な子どもたち。フットサルをする上で気をつけていることは？コートが小さいので、その分ボールをもらったらすぐにパスを出すとか、すぐに、プレーをすることを決めるとか、早くしないとやられやすいっていうのが難しいです。素早い判断が重要になってくるフットサル。
練習する日が少なくても着実に実力をつけた USFC は、今年5月に行われたフットサル全国大会出場をかけた県大会で躍進しました。まずは準決勝、赤のユニフォーム USFC はゴールドのユニフォーム羽浦 A と戦いました。試合開始早々、上原一馬が相手からボールを奪い、上原風介が冷静に決め、 USFC が1点を先制します。さらにこの後2点を追加した USFC、 前半を終え3対0とします。しかし後半に入り2点を決められ1点差に詰め寄られてしまいますが、USFC 高原がシュートを放ち、相手ディフェンダーに当たったこぼれ球に上原風介、ボールはゴールへと吸い込まれ、上原風介はハットトリック達成。点差を再び2点に広げると、 USFC は残り時間2分を切ったところで大黒が相手からボールを奪いドリブル、こぼれたボールに上原風介の4点目で試合を決めた USFC、 5対3で羽浦 A を破り決勝進出を果たしました。そして決勝は白のユニフォーム大松サッカー少年団との対戦となりました。この試合も準決勝で4点を決めた上原風介が見せます。ゴールキーパーとの1対1を冷静に決め、 USFC が先制します。しかし全国大会出場をかけた舞台、そう簡単にいきません。大松サッカー少年団伊坂を中心にゴールへ襲いかかられ、前半を終え3対1と2点のリードを許し前半を終えます。後半に入り1点を返した USFC はセットプレーから、ゴール前にいた上原風介が後ろに反らし、 USFC が同点に追いつきます。しかしその直後、大松サッカー少年団のセットプレー、キッカーはシュート力には自信がある伊坂、これが決まり大松サッカー少年団が再びリードを奪います。全国の舞台をかけた一戦は息つく暇もないシーソーゲームに。この後互いに1点ずつを奪い合い、残り時間3分、1点を追う USFC を救ったのはあの男でした。上原風介、準決勝に続きこの試合4点目、 USFC 土壇場で追いつきます。そして同点のまま試合は PK 戦へ。両チーム互いに1人目は決め、大松サッカー少年団の2人目は加藤。 USFC のキーパーは今大会ゴールラッシュの上原風介。加藤のシュートはクロスバーに当たってしまいます。この後 USFC の高原はきっちりと決め、 USFC がリードします。この後3人目、4人目は互いに決めた両チーム。そして迎えた5人目、これを決めなければ大松サッカー少年団は敗退が決まります。一方 USFC は止めれば優勝。果たして、上原風介の好セーブで見事全国大会出場への切符をつかみ取った USFC。 なんか信じられないような気持ちですごく嬉しかったです。正直まさかフットサルの大会で優勝するとは思ってなかったので、すごくびっくりしたというか嬉しかったです。
ルールも含めて、まあ、サッカーと違う部分がやっぱり多いので、まあ、そういうところに選手たちは戸惑っている部分は、まあ、試合をやりながらもあったんですけど、まあ、その中でもよく言われるボール際とか、まあ、そういうところをしっかりとやってくれたりとかして、まあ、勝つっていうところに対していつも以上に強い気持ちを見せてくれたのが、まあ、嬉しかったですし、まあ、それが勝ちにつながったりとかいう部分もあったのかなと思います。10年以上チャレンジされてて、はい、今回は優勝って何回目とか？優勝は初めてですね、はい、もうチームとして全国大会に出場するっていうこと自体が初めてになります。どうですか、決まった瞬間、監督さんとして。そうですね、やっぱり選手が頑張って、まあ、優勝して、まあ、喜んでる姿も嬉しかったですし、まあ、あとは今まで、まあ、サッカーの方も含めて、まあ、OB、OGの子たちと、まあ、ずっといろいろやってきた経験させてもらった上で、まあ、優勝っていうものにたどり着いたので、すごく OB、OG たちのことも頭にパッと思い浮かんで、すごく嬉しかったですね。チームとして初めての全国の舞台、目標は？まずは一勝できることと、できれば優勝を目指して頑張りたいです。そうですね、子どもたちとに話をしたのは、本気で、勝ちに行かないとやっぱり得られるものがないというか、感じ取れるものがないっていうふうに思ってるので、本気で、勝ちと、結果と内容の両方にこだわって、全国大会を戦おうっていう話をしています。全国大